皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はノースフェイスの2024年秋冬新作パンツですね。コットンクロスクライミングパンツをご紹介していこうと思います。こちらはちょっと前にね、きなりっぽいお色と、ちょっとモスグリーンというカラー2色ご紹介してたんですけども、ちょっとねコメント欄でも、いただいた通り他のカラーもねご紹介してくれっていうことなので、今回ねグリーンと、ブラックをご紹介していこうと思います。ということでね、もう一度サイドになるんですけども、簡単に、素材やディティールからご紹介していこうと思うんですが、こちらクライミングシーンで活躍するオーソドックスなコットンパンツとなっております。クライミングカルチャーをベースにしたゆとりのあるシルエットを現在のデザインにアップデートしたような形となっております。コットンにポリウレタンを混ぜた生地は天然素材のナチュラルさもしっかりと持ちつつ、適度なストレッチ性で動きやすさも向上されております。ハイステップ時に最も伸びが必要となる内股に縫い目を入れない設計によって、クライミングのダイナミックなムーブにスムーズに対応してくれるっていう感じですね。ワイドシルエットながら裾のスナップボタンでね、裾幅も絞ることができますので、足元の視界をね妨げにくい仕様となっているというところもね気の利いた感じなんじゃないかなと思います。または左サイドにブラシホルダーが配置されております。もう本当にクライミングに適した機能をしっかりと備えつつ、もちろんね普段使いで十分なスペックもね持ち合わせている、まあ本当分厚すぎず薄すぎずといった感じで、結構ね年中履けるような重宝するパンツなんじゃないかなと個人的には思っております。でこちらが163cm54kg で、今着用は S サイズを履いております。まあ、ストレッチもね結構効いてるパンツとなりますし、丈感的にももともとねそんな長めではない設計となっておりますので、もうほんと裾上げしなくてよくて、非常にね楽にストレスフリーで履いていただけるパンツなんじゃないかなと思います。で左膝のところにノースフェイスのロゴが刺繍されているっていうところと、まあ、同色ですのでね、もうほんと遠くから見たら全く目立たない感じの仕様になってるっていうところも個人的にはすごくね嬉しいポイントかなと思います。まあ、僕の身長体型でしたら全然ね S サイズで余裕すぎるぐらいのサイズ感となっております。まあ、ポケットもねすごくアクセスしやすい間口となっておりまして、後ろのところはスナップボタンで開閉ができるような仕様となっております。またウエストに関しましてはドローコードついておりますので、まあ、ちょっとね余裕がありすぎるなって時はね絞っていただくと、ウエストがねずれてくることもなくお使いいただけるっていうのも一つね、ポイントなんじゃないかなと思います。で足元アップにするとこんな感じですね。裾幅がねもともとちょっとそこまでめちゃくちゃ広い感じではないですので、まあ、ボリュームある靴と合わせるとちょっとねぐしゅっとなりやすいんですが、まあ、そんなにねめちゃくちゃ絞ってるわけでも、ないですし、急激なこうテーパード具合ってわけではないですので、まあ、一般的なワイドシルエットぐらいの感じで思っていただければいいかなと思います。で中にねボタンが2つついてるんですけども、こちら止めていただくと裾幅が絞れるような感じとなっておりますので、まあ本当にね足元ちょっとね引っ掛きやすい場所であったりとか、まあ、裾にねちょっとなんか物が入り込みやすい環境時においては、まあ、絞っていただくとまたそれはそれで機能的に過ごしていただけるんじゃないかなと思いますし、まあ、自転車とかねちょっとこう漕ぐ時に、中にねチェーンとかに絡みやすい、環境時にも、個人的には活躍するんじゃないかなと、感じました。でこちらがもう一色の方ですね。もう本当にザ・スタンダードという感じのブラックの、カラーになるんですが、まあ本当に迷ったらこれっていう感じですかね。一番ねコーディネートもしやすくて飽きのこない感じで、ノースフェイスのロゴもね全く目立たない、もうパッと見わからない感じの、イメージというところも個人的にはすごく、いいかなと思ったポイントとなっております。でお値段が一応税込みで 15,400円となっておりまして、まあ、サイズ展開が S サイズから XL サイズまでと、なってるんですけども、まあ、ウエストはね基本総合になってて、まあ、ドローコードもついておりますので、まあ、本当に幅広い方に、かなり対応できるパンツなんじゃないかなと思っております。
まあ、今回ねご紹介している2色以外に最初ご紹介した2色も概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひね他の色も見たいよって方はそちらの方もチェックしていただければ、まあ、色のね雰囲気とかすごく分かるんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひねチェックしていただければ個人的にもすごく嬉しく思います。前回の動画でご紹介したちょっとオフホワイトみたいなお色もめちゃくちゃおしゃれで非常に使い勝手がいい感じのカラーとなっておりますので、ぜひそちらも見てみてください。でこちらちょっとワンサイズ上げて M サイズを、履いてみたんですけども、まあやっぱりねウエストに関しましても太ももの裏に関しましても結構ねゆとりがかなり出ちゃう感じになりますので、まあめちゃくちゃダボダボってわけではないんですけども、スッキリ感っていう部分の観点から見るとやっぱりね結構もたついた感じの雰囲気には見えやすいですので、まあジャストで履くのがねやっぱこちらのパンツは一番形は、綺麗に映るかなと思いますので、まああえて無理してワンサイズ上げたりっていうところも、まあ、お好みにもよるんですけども、まあ、普通に履く分には、全く必要ないサイズ感なんじゃないかなと思います。ですので、まあ、170センチの方でも、細身の方でしたら全然S サイズでも余裕でいけるぐらいかなと、個人的には思っております。まあ、丈感だけはねちょっと好き嫌い出るかなと思うんですけども、まあ、極端にねそのアンクル丈になるようなぐらい短いわけではないですので、まあまあ全然大丈夫かなと思いますね。で175ぐらいの方でも細めでしたら、全然 M サイズでも、余裕でね、すっきりめで履いていただけるサイズ感となってるんじゃないかなと思いますので、まあ、気になる方はねぜひちょっと僕でよければお答えはできますので、まあ、身長体重を教えていただければ、まあ、このサイズの方がいいんじゃないかっていう、お声は、なんとかねできるんじゃないかなと思いますので、お気軽にご質問いただければなと思っております。やっぱ黒はね本当にマストでもう本当に間違いない感じのカラーとなっておりますので、とりあえずね迷ったらこちらのお色を選ぶことが個人的にはおすすめかなと思っております。まあ、カラーパンツもね非常におしゃれでいいんですけども、どうしてもね長い目で見るとちょっと飽きやすいかなと思ったりもしますので、まあ、そういったところでね流行り廃りないパンツがいいよとか、まあ、ちょっとこういったねイージーパンツというかちょっとアウトドア寄りのパンツ初めての方とかでしたらやっぱりね黒が一番ベターなんじゃないかなと思っておりますので、まあ、そういった部分も含めてご参考になれば個人的には嬉しく思います。まあ、非常にね伸びて履きやすいパンツとなっておりますので、ぜひね持っててまず間違いないかなと思います。で一応ね撥水加工も施されておりますので、そういった部分もね、すごくプラスなポイントかなと思っております。はい、ということで今回ご紹介してきましたコットンクラスクライミングパンツですね、残りの2色、ご紹介してきたんですけども、いかがだったでしょうか。もしねこの動画が少しでもいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、なかなかね他の商品も結構入荷しておりますので、そちらも合わせてご紹介していこうと思いますので、ぜひねそれもチェックしていただければ、嬉しいのでよろしくお願いいたします。ということで次の動画までまた、さようなら。